始まるよ。皆さんこんにちは。次はこれいきましょう。男女雇用機会均等法30年。もうこの法律ができてから30年経ってるんです。1985年だったかなにできてます。それで、少しずつ少しずつ改正してますね。付け加えていきます。まあ当然なんです。動かないのは憲法ぐらいでね、大体法律っていうのは変わっていきます。で、これがずっとできて30年で、日本の職場は良くなったかっていうことなんですよ。で、女性が社会進出してきます。これはいいことですね。で、大歓迎なんですけども、外国とどう違うかっていうことも考えなきゃいけないし、国内ではどうなってるかってことも考えなきゃいけないって。そうするとね、論文の中でも当然昔からあったんです、これ。で、これ違った形でありました。それはこういう形です。君子はその信を捨てず、大臣をして用いられざるを恨ましめずって言ったんです。これは面白いですよ。あからさまに言ってます。っていうのは、論語の世界、これ今もそうです。今もそうなんです。この一番もそうですけどね。中国っていうのは今も昔も、これは外国にはあるのかどうのかよくわかんないですけどね、あからさまです。高い地位についたら、その人の親戚というのは高い地位につけなければならないんです。で、論語の中にはこういう文がビシッとあるんですよね。親を捨てずっていうのは、親類、親戚、知り合いでもいいです。それは高い地位に必ずつけなさい。つまり、無視してはいけませんっていうの。公平に試験で高いやつとか、試験をして、なんだろうな、合っている、能力の高い人、なんだろうな、その、職場に、最適な人、適材な人を取るという、そういう発想ってのは本来ないんです。ないんですよ。で、それで回っていくかって回っていくんですよ。いろいろとね、その、公平に取ったって、ダメなとこいくらだったでしょ。で、これもそうなんですよね。結局、親類を優先的にやると、親類の中でも、適材適所いるんですよ。で、それはまず第一にしなさいっていうことを、これやります。で、そうすると、例えばこれ中国の話ですよ。上の人が変わっちゃった時に、次の親類の人がいっぱい入ってきますよね。親戚の知り合いとか、ちょっと前から勤めていた人がいます。これ大臣ですけどね。そうすると用いられないっていう人がいっぱいいます。これ大臣自身が、親戚ではない大臣が、自分の身分が高くならないっていうこともありますけど、地位が高くならないっていうこともありますけども、自分の提案した政策というのが用いられないということもあります。結局親戚中心ですから、他の人がいくら能力が高くても目をかけてくれないんです。それを恨ましめずっていうのは、恨みを持たせないようにしなさいっていうこの文なんです。だからそれが明快にこれ書いてあるってことは、やっぱりね、文句言う奴はいるよっていうの、でもそれは何とか しなきゃダメだよっていうようなことがノウハウで書いてあるんですね。で、これ日本が、1985年に雇用機会均等を作ってから、日本の女性優遇政策と似ているところなんです。で、女性はどん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 その門戸を開いて、働きなさい働きなさい働きなさい。で、それによって、例えば託児所であるとか、育休とかっていうのをこう入れてきました。そういう政策もいっぱい入れて並行してやってきましたね。そうしますと、今までそういう人たちが入れなかったところが入ってきます。どんどん入ってきます。休みもたくさん取れます。これはある意味で優遇政策になりますね。ある意味で優遇政策になります。そうするとね、数合わせっていうのがまず大事出てくるんですよ。30% を取らなければいけないっていうことをしないと、自治体かなんかで怒られちゃいます。目引かれてますからね。お前とかやってねえじゃねえかっていう。女性、男性ばっかりじゃねえかって言うといけないんで、数だけは30%に合わせなきゃいけないっていうことになってます。だけど、日本の社会的な性格って言いますかね、社会的な構造って言いますかね、それが女性をそうやって入れると、女性自身が入りたくないっていう女性も多いんです。これはね、ヨーロッパと違って極めて違うところですね。女性はそういう、それは家の中に縛り付けたからそういう伝統が残ってんだっていう女性もいます。
その伝統をまず打破しなければいけないっていうことを言う人もいますけど、そういう考えもあることはあります。ないことはないです。だけどもそれにももっと大きいのが、なんていうのか、国民性として働きたくないっていう人いっぱいいるんですよ。まあこれはヨーロッパでもそうですけどね、ゆっくりしたいって言うんですよ。で、日本人って多いです。で、風合わせだけでやってっちゃうとやっぱりどっかギクシャクしてきます。それからもちろんたくさん入れたとしてもね、女性の部下に強く当たらないっていうのは、これは男性はっていう主語を入れるのか、女性はっていう主語に入れるのか、これ難しいんですけども、少なくとも男性の私が言ってる場合、男性は女性の部下に強く当たれません。これは特に現代ではパワハラセクハラって言われます。ものすごく今私の教え子である、もう会社のトップマネジメントとかそういう地位についてる人はとにかく辛そうです。これは男性に言えることでも言えないっていうのは、これ不公平ですよね。つまりバカ野郎っていうのを女性には言えないっていうのは、それは分かりますよ。そういうことじゃなくて、そういうふうな言葉遣いのことではなく、態度でもなくて、同じような要するに失敗した時も怒り方を変えなきゃいけないとか、怒らないとかっていうようなことで、とってもこれ強く当たれないんです。それから今度はね、女性が多いと女性の方が辞めちゃうってこともあるんです。これは難しいですね。女性ばっかりになってくると、女性の中でもいじめ、男もいじめありますよ。男のいじめってのは男は我慢しちゃいます。あるいは反発しちゃいます。女性のいじめっていうのはね、辞めちゃいますね。そういうのが多いです。それからグループになるのがあります。女性っていうのはすごくグループ化します。それから女性っていうのはね、マウントを取りたがります。新しく来た人に対していろんな、これタイプがあるんですけどね、やっぱり集団性ですよ。これ集団性に関して言いますと、集団性の場合男性と女性はやっぱり根本的に違いますね。これ歴史的にそうなんですよ。どの国でもそうです。こういうことにメスを入れるとね、論文にならないんです。だから女子大学とかそういうところの先生がメスを入れてほしいんですけども、それはしないです。でこれが男性の目から見ると最もその、なんて言いますかね、不公平は不公平ですね。で女性の集団性についてっていう論文は極めて少ないです。で当たり障りのないことばかり書いてありますね。それから今度は男性があからさまに、これですね、恨みとモチベーションが入ってます。同じように入った女性の方が先に出世してしまうと恨みますよ。それからもう一つはね、恨まないまでもやってやろうって気持ちが下がってきます。何もしないのに上がっちゃってるあいつはと思っちゃう人が必ずいますね。だから女性が矢面に立ちたくないっていうのはこれあります。これすごくあります。PTA なんか見ても分かりますよ。町内会見てても分かります。私がやるわっていうね、なんていうの、津田あつあなんだ津田地区大学作ったあの方とかね、ああいうような人っていうのは少ないですよ。とてもこれ矢面に立ちたくない。でそれは困ったっていうんで、構造改革しました。アウトソーシングっていうのは、これ外注ですよね。他の人にやらせます。それだとだいぶ良くなりました。そうするとね、本当の社員っていうのは少なくなっちゃいます。これアウトソーシング、とても難しい。でもこれだから非正規っていうことですよ。だから非正規が多くしていいんです。非正規をやりたいって人たくさんいるんですから。それから女性中心の職組織というのは、これとっても難しいです。これさっき言いましたけども、女性中心の組織っていうのもあります。これ女性の下着であるとか女性のファッションであるとかっていうのはそれあるんです。女性の好みとかね、その見ますで重要なんですけども、ビジネスっていうのはとっても難しいんです。これ女性中心の組織っていうのはね。それから3割の女性職場の実態っていうのを、これは誰も暴きません。どういうのかっていうとね、3割に満たないんですよ、どこでも。でちゃんと取ってんのはね、自治体だけです。でそれはね、官僚の本音とか書きました。これ一番最初に言うべきだったんですけども、官僚の人からいろんなことを私言われてます。これ教え子ですけどね、要するに各省庁、文部省とか外務省とかね、その財務省とか、外務省とか財務省なんかは圧倒的に男性が多いです。まだ圧倒的に男性が多いです。で他のところは女性が3割になった場合があります。文部省なんか3割になってるそうです。だけども外務省とか財務省は圧倒的にっていうのは、仕事がとてもやらせられないんですって。
これは本音です。っていうのは、東京で、住んでる、両親が東京に住んでいたり、旦那さんがその育児やなんかができる人じゃないと、とても役職に就けないって、そういう官庁の高級な官僚はね、でそこに3割はとても入れられない、家に帰れないんです。帰っても2時や3時に呼び出しがあります。議会が始まるときなんかね。そういう中ではとてもできない。それでも、それはダメだからちゃんと帰れって言ったらば仕事にならない。時間が決まっていますからね。全てが時間が決まってる中でそれやっちゃうと、うまくいかないところはたくさん出てくるんですって。でそうなると、やっぱりアウトソーシングが一番なりますね。でアウトソーシングのこれ外注するということは、例えばコロナなんかで、コロナがこの前、流行りましたけども、あの時の受付に関してもこれ外注、注射打つのも外注、並ばせるのも外注、アウトソーシングですね。そういうことをやってしまうと今度は責任が取れなくなるんです、失敗した時のね。そうすると文句が出てくるっていうね。でそれで動いていって今いるんですけれども、そこのところは何とかしなきゃいけないなっていうにもかかわらず、例えば給料は同じだけもらって、同じだけもらってたくさんもらって、それで例えば結婚しなかったらば、楽ですよ。男だって言いますよね、独身貴族っていうのは。そうすると旅行に出ます。女性旅行好きです。食べ物もたくさん食べます。男っていうのはぼーっとしてるやつが多いですよ。でそういった違いというのも乗り越えてやっていかなきゃならないと、この機会均等はとっても難しい。本当に均等にするのは。だからできないから中国なんだこれやってるんですよ。もう中国はさらさらないですよ、機会均等にしようなんて。もうやっぱりどっかを優先的にしていって、そこのところを他で、まあ、埋めていこうっていう、必ず優先があります。それが向こうの公平っていう、公平の感覚違いますね。で日本っていうのはね、真面目ですから、ここのところずっとやりながら苦しんでいくでしょうね。まあだから女性が女性でいいと思うような職場を作っちゃえばいいんですよ。一番それは簡単です。それで実績が上がれば誰も文句は言いません。本日は以上です。